サスケハッピーバトル第4回大会、実況は私、ハビヤマハピタロがお送りします。今回のイメージカラーは緑になりましたが、さあ、いきなりこの2人、ナナシ VS BMX。 さあ、ナナシはここまで第1回、第2回、第3回と出場している皆勤賞。BMX は一方前回初挑戦で3位に食い込みました。そういった実力者2人ですが、さあ、ナナシがリード。さあ、このソウル・メイズもナナシがリードで、これちょっと大幅な差が落ちてたか。さあ、ちょっと描写が怖い BMX。 さあ、ナナシ速い、ナナシが非常に速いペース。さあ、この壁はどうだ、一発でいけるか。一発でいった。前回3位の BMX、 ここで散ります。ナナシが 29.6 秒を残して、この BMX を撃破して2回戦シード戦に進出をするということになりました。おっと、終わった後もこの2人かなり顔合わせをしております。かなりバチバチな雰囲気が漂っております。さあ、にらみつき合いを終わった後でもやっておりますが、